ヘルマン・ベルンハルト・ゲオルク・フォン・ザクセン・バイマル・アイゼナハは、ドイツのザクセン・バイマル・アイゼナハ家の代行士で、ビュルテンベルク王国の将軍。ザクセン・バイマル・アイゼナハ大公カール・アウグストの末息子、カール・ベルンハルトと、その妻で、ザクセンイコール・マイ人間公、ゲオルク一世の娘、イーダの間の三男として生まれた。イギリス王妃アデレードの老いにあたる。1840年に、 ビュルテンベルク軍に入隊し、陸軍少将,将となり、1859年により、ビュルテンベルク軍機兵士団の師団長に就任した。聖アレクサンドルネフスキー勲章、白鷹勲章、聖イシュトバーン勲章、ビュルテンベルク王冠勲章を受章した。シュトットガルトのバイマル通りは、ヘルマンの加盟にちなんで名付けられたものである。1901年に亡くなり、 シュトットガルトのプラーグ墓地に葬られた。1851年6月17日に、フリードリヒスハーフェンにおいて、ビュルテンベルク王ビルヘルム一世の娘アウムステと結婚し、マニニナン四女の六人の子女を設けた。ありがとうございます。